おはようございます。よくいらっしゃいました。今日からじゃないですけども今日は7月の第1週の日曜日ということで、後半が始まったわけですけれども、神様の神の国ということについてですね、今年はずっとこの日曜日の礼拝でお話をしてきておりますけれども、神の国とは何なのかと。神の国とは、一言で言えば人の国とは違う国なんだというふうに、お話をしてきているわけですね。私たちは無意識のうちにというか、当たり前のこととしてこの人の国を生きているわけです。で、人の国を生きているということは、それはもうここからどっか、例えば月に行くとか火星に行くとか異次元に行くとかということはできないわけですから、もちろんこの人の国を生きなければならないわけですけれども、しかしこの人の国の法則に支配される、人の国の考え方に影響されてしまう。そして、せっかく神様が用意されている神の国の法則、神の国の考え方、神様の神の国の喜びというものに気がつかなくなってしまう、そういうことが非常にもったいない。神の国とはこういう国なんです、神の国とは人の国とはこういうところが違うんですということを、ずっとお話ししてきているわけですが、今日もこの神の国と人の国の違いということについて、お話をしていきたいと思います。今日は失望を超える国というタイトルでお話をしてまいりますが、聖書マタイによる福音書の11章の2節から12節までのところであります。聖書をお持ちの方は開いていただいて、またこちらの方にも聖書の箇所を映し出しておりますので、こちらを見ていただいても結構です。少し長いですけれども、お読みしたいと思います。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。このヨハネというのは後で詳しくお話しますけれども、聖書の中にヨハネという名前の人が何人か出てくるんですが、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれる人のことであります。このヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰るとイエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネよりも偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。以上であります。ここだけ読んでも、多分初めて聖書を読まれた方、あまり聖書をご存じない方は一体何の話かなと思われると思うんですけど、聖書の話というのは今から2000年前のイスラエルの話ですから、その背景になっていることはわからないと、なかなか
よくわからないし、聖書の言葉は素晴らしいなというふうになかなかこう分かりにくいですね。ピンとくるところもありますけども、まあ、今日のところなんかは、結構説明がいる、今から30分ぐらい説明になるんじゃないかなと、だいぶこれクーラーもいい調子だし、眠くなる方も出てくるんじゃないかなと思いますが、まあ、眠くなった方は、ね、眠っていただいて結構なんですけども、ちょっと、まあ、説明めいた話をさせていただくと、まあ、この話はヨハネという人、まあ、別名バプテスマのヨハネと呼ばれる人が、イエスのところに使者を送って、来たるべき方はあなたですか、そうでないんですかと聞かせたと。でそれに対してイエスがああだこうだ答えて、そして彼の弟子が帰った後でヨハネはこういう人でしたというふうに説明したという話なんですね。ですからこのバプテスマのヨハネという人がどういう人であったかということがわからないと、あるいは彼が今どういう状態にあるかということがわからないと、この話はわかりにくいわけですけれども、この、まあ、通称バプテスマのヨハネと呼ばれる人はですね、もともとこのイエス・キリストの親戚であります。イエス・キリストはマリアという人のに聖霊によって身ごもってですねお生まれになったんですけれども、このマリアが聖霊によって身ごもったということを確信させるために、神様はマリアの親戚であったエリサベトという人に子供を与えられました。もう彼女は相当高齢であって、もう子供を持つことは不可能だと思われていたんですけれども、まあ妊娠をしたわけですね。でマリアに対して、あなたはあなたのお腹に赤ちゃんが与えられているよと、でもマリアはまだ結婚もしていないしそんなことは起こらないはずなのにと、こう疑っていた時にエリサベトのとこ行ってごらんと、もう彼女は相当高齢になっているのに実はお母ちゃん赤ちゃんが与えられているんだよと言われて、それでマリアがエリサベトのとこに行くと、まあ、親しく会っていなかっただいぶ高齢のおばちゃんが大きなお腹をして、びっくりしてるわけですね。今でいうとこの二重丸子ぐらいの、そういう言い方はないでしょうけど、とてもじゃないが、まあ、子供も生まれるはずがないおばが大きなお腹をして、しかも彼女が行くと お腹の中で赤ちゃんが動いてですね、喜んでると。でマリアは、あ、神様がおっしゃったことはその通りなんだなということで、まあ、安心して家に帰って、まあ、その後イエスを産むわけですが、このエリサベトの子供がヨハネなんですね。で、まあ、ご両親が高齢ですから、当然年寄り、いわゆる年寄り子ですから、相当可愛がられて溺愛されて、昔の言い方で言うと御馬日傘で育てられて、よくわからないと思いますが、わからない方は辞書を調べていただいて、育てられたはずなんですけども、このヨハネがですねどこでどう道を誤ったか、長じてですね家を出て、しかも誰もいない砂漠で暮らすようになったんです。反抗したのかな、ちょっとわからないんですけども、で聖書を見ますと、ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていたと。相当変な人ですよ。あんまり街では会いたくない、ラクダの、ラクダの桃引きなら聞いたことありますけど、ラクダの毛衣を着て帯を締め、多分こうひげもじゃもじゃでね、しかも食べるものはイナゴとかノミスとか、要するにその辺にある自然の、まあ、自然食といえば自然食なんですけど、そういう暮らしをしてた。そのヨハネにですね、まあ、彼はもちろんその世間が嫌になってそういう暮らしをしたというところもあるでしょうけども、決してまあ変になってなったわけ、言ったわけじゃなくて、この彼が信じてやまないこの神をさらに純粋に信じたいという、まあ、おそらく修行の気持ちで行ったんだと思うんですね。ある時このヨハネに神様が声をかけられて、お前は行って人々に悔い改めを説きなさいと、まあ、そのくだりは聖書に書いてないんですけども、あれので彼に声があったと書いてあるんですけれども、おそらく人々が今の暮らしのままじゃいけない、
自分の罪を悔い改めて、悪いことをやめて、そして神様に立ち返るように人々に伝えなさいと言われるわけです。それでヨハネは砂漠から出てきて、ヨルダン川というですね、イスラエルに一本しかないこの川のところに行きまして、大声で叫ぶわけですよ。このもじゃもじゃの毛衣のおじさんが悔い改めなさいって叫ぶわけですね。すごいインパクトがあったと思うんですよ、お前たち悔い改めなかったらこの国は滅ぶぞと、悔い改めて正しい行いをしなさい。でもう人々はですね、イスラエルの人たちっていうのは当時このローマに支配されていて、本当に苦しい生活をしてたんですね、何重にも税金を取られるし、兵隊に駆り出されるし、いろんな区域にも連れてかれるし、家のものは持ってかれるしですね。で彼らは非常に誇り高い民族です。この彼らの先祖はアブラハムという人で、この全世界をお作りになった神様に選ばれた民族だと思ってますから。でも彼らにはもう一つ大切なものがあって、それは律法というもので、これを守っていれば神様は祝福してくださる、これを守っていれば神は私たちを苦しめない、そう信じてやまなかったんですね。そこへこの変なおじさんが現れて、悔い改めなさいって言ったもんですから、ユダヤの人々たちは、あ、そうか、自分たちは悔い改めなきゃいけないんだ、この悪い行いを改めなきゃいけない。でヨハネはヨルダン川でバプテスマを授けたと書いてある。バプテスマっていうのはこのいわゆるみそぎですね、日本流に言うと水にジャーッとつけて、まあいつも水浴びはするんですけど、特別にこの水につけて、悔い改めて清められると、もうずらーっとみんな並んでです、ヨハネのとこ行って、ちょっとしたこのバプテスマブームになったみたいなんです。これは聖書以外にも書いてあるんです、この話は本当の話なんで、もう長蛇の列を作りましてですね、みんなとにかくヨルダン川行ってバプテスマを授けてもらわないと流行に乗り遅れるみたいな、でそんな人がどんどん増えていくもんですから、ヨハネもちょっと腹立ってですね、お前たちここでザブザブ水浴びていていいと思うなよと、本当に悔い改めるというのは生活が改められなきゃダメなんだと。生活が改めるってどういうことですか。2枚下着を持っている者は1枚あげなさいと、兵隊は刀や槍を持っているからといって人々を脅して金を取るようなことをしちゃいけない。そうやってこの自らの生活を神の前に正しくしなさい、そうすれば神がこの国をもう一度憐れんで振り返ってくださって、ローマから解放してもう一度かつてのような繁栄を取り戻すことができると、そう訴えたんです。罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと聖書に書いてあるのはそういうことなんです。聖書の説明は詳しくないので、もうちょっと詳しいといいんですけどね。ただ詳しくなくてもこのボリュームですから、詳しいとその10倍ぐらいになっちゃうんで、六法全書みたいになっちゃいますから、ちょっと携帯に不向きになりますからね。もうちょっと詳しくあればいいなと確かに思いますけど、いずれにしても、ヨハネはそのように言ってですね、で人々はヨハネのところに集まってきて、バプテスマを、水のバプテスマを受けて、そして、少しは生活をちゃんとせなきゃいかんなと、悔い改めなきゃいけんなということを思っていたわけですね。で人々はこのヨハネをメシアではないかと思った聖書に書いてある。メシアというのはユダヤ人たちがもう一つ持っていた希望なんですね。かつてイスラエルにはダビデ王とかソロモン王とか優秀な王様がいて、彼らがこの国を解放してくれた、あのダビデのようなこの国を救ってくる人が必ず現れると。イスラエルの歴史っていうのはですね、この振り返ってみると、困った時に必ず助けてる人が起こってるんですよ。獅子と呼ばれる人であったり、王であったり、預言者であったり、こういう人たちをこうひっくるめてメシアと呼ぶんですね。助けてくれる人が、日本で言えばウルトラマン、アメリカで言えばスーパーマン、
アベンジャーズですよ。知ってる人は知っている、アメリカのヒーロー全部集めた映画があるんですよ。アベンジャーズっていうですね、21世紀になってもみんなヒーローを待ってるわけですよ。ヒーローコンプレックスですから、みんな誰か助けてくれる人が、それをメシアと呼んだんです。でヨハネが大人気で、みんなヨハネのとこ集まって、みんな悔い改める悔い改める言われて、ちょっと悔い改めブームになっちゃってですね、で人々はヨハネに、あなたこそメシアではないかと、あなたはメシアじゃないですか、あなたはあの旧約聖書に約束されているこの国を救ってくれる救い主じゃないんですかと、こう聞いたら、ヨハネはいやいやいや違う違う、自分にはその方の履物の紐を解く値打ちもないと彼は言ったんですね。これ履物の紐を解くっていうのは奴隷の仕事なんです。イスラエルにおいて足っていうのはね、汚れたものなんですね。足を洗うとか紐を解くとかっていうのは、この汚れたものに触れてるかもしれない、もちろん汚いのは汚いんですけども、普通の人はやらないんです。奴隷の仕事なんです。でもヨハネは、自分はもし本物のメシアが現れたら、その方の足、靴の紐を解く値打ちすらないと、自分はその人の奴隷以下だと、それぐらいその人はすごい人だと言ったんです。だから私も足元にも及ばないような救い主がこの国に現れるから、さらにこう言いました。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に実を、実っていうのはなんかこの穀物を集めたり、ふるいにかけたりする大きいザルみたいなものだと思うんですが、持って脱穀場隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると。つまり自分は水のバプテスマを施した、自分は水で、みんなを清めた。でもその方が来ると、聖霊と火で清めると。聖霊というのは神の霊ですね。これはかつて旧約の時代、あのエリアが天から火を下してですね、生贄を焼き尽くして、そしてこの悪の預言者を退治したって話があるんですよ。火が下る、水で清めるなんてとんでもない。火が下って、しかも隅々まできれいにしちゃう、恐ろしいぞと、大変なことが起こるぞ、私がやってるのはこんな水浴びみたいなもんじゃないと。メシアが現れると、聖霊と火のバプテスマが下って、もう徹底的にこの国は清められて、悔い改めて隅々まできれいな国になるぞ と彼は言ったわけです。そこに彼の親戚にあたるイエスが現れる。でその姿を見た時に、ヨハネはこの人だと、この人だ。どうしてそう思ったのかわかりませんが、まあ人は人を知ると言いますけれどもね、まあその多分今でいうとこのオーラが違ったんだと思うんですよ。神々しいというか、もう近寄りがたい何かをね。それまで彼はたくさんの人を見てますよ、洗礼を授けてる。でもその列の中に紛れてやってきてるんですよ、イエス様。でもこの人は違う。その瞬間に彼は、私の方があなたからバプテスマを受けるべきですのにって言ってるんですね。私があなたを授ける資格はないと、私の方がしてもらわなきゃいけない。でもそれに対してイエスは、いやいや、正しいことをするのは良いことだから、バプテスマを施してほしいと言われて、でヨハネはそこでイエスにバプテスマを施すんですけれども、その後で聖霊が鳩のように彼の上に下ったと聖書に書いてある。イエスの上にね。ヨハネはそれを見てるわけですよ。まあ、聖霊が鳩のように下ったってどういうものか分かりませんけどね。聖書にそう書いてあるからそうとしか思えないんですけども、なんかものすごいことが起こったなと思うんですよ。この天からブワーッとなんか風のような光のようなものがこのイエスの上に降りてきてですね、もうそれこそヨハネは恐れおののいてその場にひれ伏したと思います。よかった、ね、メシアが現れた、ね、私の仕事は終わったとヨハネは思ったと思いますよ。その後も彼は活動を続けてですね、彼はこの相変わらず悔い改めを解くわけですが、
一切この歯に絹を着せないこのヨハネは王様に王様の批判もしました。ヘロデというその地域の王様、ヘロデはユダヤ人なんですね。でユダヤ人の王なんですけれども、まあ、その上にローマが支配しているわけですけれども、このユダヤの王であるヘロデにあんたのやってることは間違ってると。ヘロデは散々いろいろ悪いことをしたんですけれども、そのうちの一つは自分の兄弟の奥さんを奪い取ってたんです。そういうようなことをたくさんしていて、でこのヨハネはヘロデを糾弾してですね、でもヨハネは当時ね有名な人になってましたから、王様も困って、それでヨハネを捕まえて牢に入れるわけです。でもヨハネにしてみたらもう自分の仕事はね終わったと。メシアが来られて、聖霊と火のバプテスマが、聖霊と火によるこの粛清がこの国に隅々まで及ぶはずだからと思って牢で、その火を待ち焦がれていたと思うんですよ。牢に捕まえられたけれども、いつになったら自分を捕まえたヘロデ王が自分の前にひれ伏して、私のやったことは間違いでしたと言って悔い改めて、ヨハネ先生どうぞ牢から出てくださいというその日をね待っていたと思うんです。あるいはもう国中に悔い改めが起こってますよ、王様から下々に至るまで、もう子供たちに至るまで、それこそ旧約聖書にはですね、悔い改めるときにはみんな灰をかぶって、荒れ布をまとって灰をかぶったと書いてあるんですよ。だからもうみんなそんな状態になる、もう朝から晩まで涙流して悔い改めてる、もうそういうことが起こるとヨハネは期待してたんです。ところが1日たち、1週間たち、1ヶ月、3ヶ月経っても起こらない、何も起こらないんです。で弟子たちに聞いてみる、ちょっとイエスがどういうことをやってるかちょっと見てきてくれと言ってみたら、いやイエスは徴税人を弟子にしてます、罪人のと一緒に大宴会やってます、毎晩あっちこっちで、もう彼の行くところは人だかり大人気で、もその周りにいるやつはもう遊女だったり汚れた仕事をしてるやつだったり、しかも彼らも大して悔い改めもしてない。イエスはもうみんなの友達になって大人気です。どうなってるんだ、悔い改めは起こってないのか、いやどうもそんな感じじゃないです。でもイエスはなんかすごい奇跡を行ったりして、みんなから脚光を浴びてます。ヨハネ先生ちょっと最近人気ないです、みんなちょっと悔い改めムードなくなっちゃって、お祝いムードになってますですね。でヨハネもですね、こんなはずじゃなかったのにな、メシアが現れたら人、聖霊と火でバプテスマ、みんなが悔い改めて、そうじゃないと神様は働かれないはずじゃないかと、ヨハネが信じたのはそういうことですね。悔い改めて正しく行わないと神様が働いてくださらないんだから、悪い子にはご褒美をもらえないという、分かりやすく言えばみんないい子にならなきゃいけないのに、誰もいい子になってる風がない、悪い子のまんまだと。それでヨハネはついにしびれを切らして弟子をイエスのところに使わして尋ねさせるわけです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと。ようやく今日の最初の一行、ここでたどり着くわけですね。30分はかかりませんでしたが、結構かかりましたね。でもそういう背景があって、このヨハネの一言があるわけですよ。つまりヨハネはかつてはね、メシアだと、もうこの方の履物の紐を解く根持ちもないとまで自分はそう思った、このイエスを疑ったんです。なぜでしょう、自分が思った通りのことは起こらなかったんです。
その刑務所生活が辛くてひもじくて辛くて疑ったわけじゃないです。彼が確信して願って夢にまで見たこのメシアによって起こるべき大粛清が、大悔い改めが起こらなかったからです。それで彼はがっかりして失望して疑ったんですね。それに対してイエスは何とお答えになったかというと、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。これはまさに神の国が到来したということですね。神様がこの国の民を憐れんで病を癒し、死者をよみがえらせ、貧しい人、苦しんでいる人に解放を与え、幸いを与えてくださっている。これまさに旧約聖書に予言されている通りの神の国がもうここに到来しているよと、それをヨハネに伝えてやってくれとイエス様はおっしゃるわけです。これで終わりなんですよ。これで弟子は帰っていくんです、ヨハネのところに。一体何が伝わったのかなって感じしますよ ね。ますますわからない、答えになってないじゃないかと思われるかもしれませんが、実はこれが答えになってるんですね。これが答えになってるんです。イエスの答えっていうのはヨハネに伝えてやってくれと、神の国は到来したよと、でもあなたが考えていたような手段ではないよと、手続きではないよと。ヨハネが考えていたのはメシアが現れてこの国が隅々まで清められたら神の国が現れると思ってたんです。神がそうなったら働いてくださる、だからまずは悔い改めだったわけでしょう。でも悔い改めは起こってないかもしれないが、もう神の国は到来しちゃってると、それを伝えてやってくれとイエスはヨハネの弟子たちにおっしゃるんですね。でその続きがまだあるんです。弟子たちが帰った後、ヨハネの弟子たちが帰った後、イエスはヨハネについて話し始められるんです。人でここでヨハネを、ね、褒められるんですね。何と言われるかというと、預言者、彼は預言者だと、ね、言っておく、預言者以上のものである、女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったと。大賛辞ですよね、大称賛。女から生まれたものの中で洗礼者ヨハネより偉大なものはいない。でも考えてみてください。ヨハネはかつてメシアかと思った人を疑ったんですよ。私ならまあヨハネも人の子よのうと、まあかつてはメシアだと思ったかもしれんが、やつも刑務所生活で多少焼きが回ったな、人間だから仕方ないか、そう言いたいところですよ。でもイエスはそんなことを言わない。もうこれ以上ない称賛は、預言者か、預言者以上のもの、女から生まれたもので彼以上に偉大なものは現れなかったって。大称賛ですよね。人を褒めるときはその人のいないところで褒めた方がいいということです。直接褒めない方が効き目があるんです。だからそうしたのかどうか分かりませんが、でもわざわざね、弟子が帰った後してるんですよ。それは全ての人たちに分からせるため。なぜかというと、ヨハネもあんなにすごい人だったけれども、親に入って、イエスのことを疑って、ちょっとなんかがっかりだななんてみんな思ったと思うんですよ。それに対してイエスはそうじゃないよと、彼より偉大な人はいないんだよと、そうおっしゃったんですね。しかしその次です。その次、しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。どういうこと？女より生まれたものの中でバプテスマのヨハネよりも偉大なものはいなかったと。でも天の国、まあ天の国と神の国と同じ意味ですけれども、天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。これは理解に苦しむところですよ。
いつも聖書を読んでらっしゃる方もね、ここは分からない、多分こう分からないと線を引いてそのまま行かれるところじゃないかと、私も長いことなかなかよくこの意味が分からなかったんですけどもね、今日はちょっとひらめいてます。それが完全な答えかどうか分かりませんが、このヨハネの時代、ヨハネまでの時代というのは、彼がまさに信じていたようにですね、この罪をできるだけ減らして正しい行いをして、つまり、修行によって神様に近づいていく、良いことをすれば神様が祝福してくださる、まあ、立法の時代というのはそういう時代ですね。その、まあ、いわゆる因果応報ですから、良いことをすれば必ず良い結果になる、立法を守れば祝福がある、これが旧約聖書です。そういう時代の中でヨハネは最高に素晴らしい人だった。彼の行ってきたこと、言ってきたことに間違いはない。でもこの神の国というのは、人間が一生懸命努力して、少しでも神様に喜ばれるようなものになっていくっていう、そういう国じゃない。もう神様の方からいきなり神の愛と恵みがドカンと落ちてくる。人がいくら頑張ってもダメだったものが神様の方からのプレゼントとして与えられる。どれだけ頑張ったって神の国はなれなかったのに、神の国においては神様っていうだけで神の子になっちゃう。偉大な人になる。偉大というのはつまりそのどれだけ努力したかとか、そういうことじゃなくてですね、全くこの別次元の人間にであるというような意味ですね。無条件で神の恵みによって祝福を受ける時代、そう言われたんです。イエス様は、目の見えないものが見えるようになり、聞こえないものが聞こえるようになり、重い皮膚病に患わされている人が清められ、悪霊が追い出され、死人をさえ蘇らされる時代が来た。でも彼らは悔い改めて正しい行いをして、神様神様って一生懸命求めたからそうなったのではないんです。プレゼントとして与えられている。なんか一生懸命やったからそうなったんじゃない。こんなものでも癒されるのか、こんなものでも救われるのか、こんなものでも蘇らせてもらえるのか、そういう人たちが神の恵みを受けている。これが神の国、天の国なんだ。だから天の国で一番小さなものでも、天の国で最も小さなものといえば、例えばあのイエス様に油を香油を注いだ遊女、最も小さなものでしょう。でも彼女のやったことは後世にまで語り継がれる。なぜか、それは彼女が神の憐れみの力を受けたからだ。彼女が頑張ったからじゃない。神の愛を素直に受け取った。神の国というのは神の愛を素直に受け取ることのできる国なんだ。そこには何の障害もない、何の条件もない、何の努力も必要ない、そういう国が今来てるんだ。この全く新しい時代が訪れたということが、ヨハネに対するイエス様からの最大のメッセージだったと思うんです。まあしつこいようですけども、ヨハネは悔い改めて、みんなが良い行いをして、そうすればきっと神様が向こう向いてたのがこっち向いてくれて助けてくれるだろうと、そう思ってたんです。でもそれが起こらなかった。イエス・キリストは、いやいや、もう罪の悔い改めとか良い行いをするとか、もうそんなこと必要ないんだよと、もう神様がこの罪の世の中にドカンと来てくださって、まさにイエス・キリストご自身ですけれども、神の愛がもう直接伝わる時が来たんだ、それが神の国なんだよ、そうおっしゃったんですね。その後で、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしていると、これもちょっと分かりにくいことをおっしゃいましたが、まあ、これはおそらくですね、もうこの神の国に対する妨害や迫害は始まっていますよということだと思うんですね。そんなすごい国ですから、みんながこれを邪魔しようとしていると、
これが広がることを恐れている、それこそサタンである悪の力が恐れている、これを妨げようとしている。でももちろん神の国はそれらに負けることはないわけですけれども、まあというような形でヨハネにメッセージを送られましたが、まあ、ご存知のようにヨハネはこの後、首を切られて死んでしまうんですね、うん、彼の最後は実に悲惨な最後だったと思いますけれども、しかしおそらく、まあ、そのこのメッセージを聞いてですね、彼は心安らかにこの生涯を終えたんじゃないかなと思うんです。でこの お話の中からですね、今の私たちにどんなことが教えられるのかなと考えてみますと、このヨハネが陥ったような過ちというか、彼が持ったような疑いや失望というのは、これは誰もが持つものじゃないかと思うんです。こんなに真面目に一生懸命生きているのに、どうしてこんなことが起こるのか、みんなそう思いますよね。これまさに人の国の考え方なんです。一生懸命に正しく生きていけば必ず良いことがある。必ず良いことというのは自分の思い通りのことということですけれども、正しい行いをしていけば何事もうまくいくはずだと、そう思ってます。でもそうじゃない時にどうでしょう。真面目に一生懸命生きているのに、自分の願わないことが起こる、不幸が起こる、苦しみがある、病がある、事故がある、思い通りにいかないことがたくさん起こる、そんな時に私たちは、ね、どうしてこんなことが起こるんだろう。まあそれは世界に誇れるほどの善人じゃないけれども、まあ小市民であると、ね、刑務所にも入らないで今日までやってきたしみたいな、どうしてこんなことが起こるんだろう。あるいは間違っていないはずなのに、どうして自分が思い描いた通りにならないのか、間違ったことをしていないのに、明らかに例えばその、30人人を殺したとか、もう極悪人であればですね、こんな目にあってもしょうがないと思うかもしれませんけれども、そんなことはない、ね、そこそこ、まあ、他の人と比べてもそんなに間違ってないのに、どうして思い通りにならないのかと、思い描いた通りにならないのかと。でも実はこの思い通り、人間の言う幸せっていうのは何かというとですね、実は思い通りになることなんです。幸せという言葉の定義はですね、自分の思い通りになることなんです。みんな違いますからね、幸せであると。幸せは大学に通ることだ、ね、みんな大学に通ることだと思ってね、全員通らなきゃいけないですから、通らないんですか、全員落ちる人もいるわけですからね。幸せっていうのは豊かになることだと、ね、みんなが金持ちになったらどっかで貧乏に必ず起こりますよね。お金は一定のものしかないんだから、我々が考えている幸せっていうのは思い通りになることなんですね。でも間違っていない人生を歩んでいれば必ず思い通りになると私たちは思っているので、どうしてそのようにならないのか、そういう時に失望が起こる、あるいはいつまでこんな苦しい状態が続くんだろうか。ヨハネが牢獄に閉じ込められた期間がおそらく長引け、ある程度長引いたところで疑ったんだと思うんですけどもね、いつまで待てばいいんだろうか、いつまで待てばイエスはこの国を大粛清に導いてくれるんだろうか。何日経ってもその通りにならない。で最後には神様は本当に働いているんだろうか、神はいるんだろうか、神は生きているんだろうか、働いているんだろうか、ね、実はそれは神様は私の都合で動いてくれるんだろうかっていうことなんですね。別の言い方をすると、私の都合で動いてくれてるんだろうか。神様は動いてくださってるんですけども、私たちは自分の都合で動いてほしいわけですよ。今この時こういうふうになってくれたら神様が働いてると思えるんですね。神様は働いてるんです。だけれどもそれは私の考えていることではないとすると、失望や疑いが起こる。だこういうことは誰でもあると思うんですよ。でそれに対して神様は答えてくださっている。
それはまずあのヨハネのことをイエス様は褒められましたね。称賛されました。女から生まれたものの中で彼以上の人はいないと言われた。それと同じように私たちに対しても神様は私たちが一生懸命生きていることを知ってるよと、ね、あなたのやってることを、まあ、誰も間違ってると言ってない。あなたのやってることが間違ってるからこういう結果になったわけじゃないよと。まあ実はまあ我々自分は結構頑張ってるとか思ってるんで、採点は甘いんですよ、すごくね、うん、自分に対して採点は、まあ私自身は一応よく分かってるんですけども、ね、本当はもうとっくに地獄行きになってなきゃいけないのに、神様の憐れみによって何とか生かさせてもらっているのに、いやこんなはずじゃなかった、もっともっとって思っちゃうわけですけれども、神様はそれは私たちを責められないんですね。私たちは罪深いということをご存知ですから、一切責めません。でよくやったねと言ってくださってる。あなたが一生懸命やってることは知っているよ。しかし次は大切です。正しく生きていれば良いことが起こるという時代はもう終わったんだ。かつてそういう時代が旧約聖書の時代はあったかもしれないけど、今はそういう時代じゃないんだ、ね、もう手順は変わったんだと。最後にこうおっしゃってます。全ての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までであると。預言者と律法というのは旧約聖書のことなんです。つまり旧約聖書のお話はヨハネで終わったんだと。祝福と呪いの法則はもう終わりました。悔い改めて正しく生きていれば必ず良いことがあるというその法則はもう終わったんだと。もうそれを捨てなさいと。神様は私たちが努力したから良いことをしてくれるわけではない。いやそういうことにかかわらず全ての人を等しく神の子にしてくださるんです。全ての人に無条件で最高のプレゼントをしてくださった。それがまさにイエス・キリストご自身なんです。神の一人子が私たちの身代わりとして死んでくださった。これ以上の愛はないと聖書は言ってる。私たちは罪深く愚かなものですけれども、その罪の身代わりとして神自身が自らを裁いて私たちを許してくださってる。それ以上のプレゼントはもうありません。どんなに貧乏でどんなに重傷でどんなに困難であっても、私たちは等しく神に愛されているということが分かっているんです。いや私たちがどれほど大きな罪を犯したものであっても、神は等しく許してくださっていると約束してくださっているんです。もうこれ以上の幸いはないんです。神の国というのはその国に生きることなんです。人の国というのは、人の国ではみんな元気で、みんな豊かで、みんな思い通りに行ってみんなうまくいくことは人の国です。人の国の幸いなんです。神の国ではそれあるかもしれませんよ。それあってもいいよ、でもなくてもいいよ。いやいやそんなこと以上に神がその一人子をお与えくださって、この全人類を救ってくださった、罪から解放して永遠の命を授けてくださっている、神の子としてくださっている、もうこれに勝るものはないじゃないか。だから天の国の最も小さいものでもヨハネよりは偉大だと言われた。皆さんはヨハネより偉大なんです。頑張ったからですか？そうではありません。神がくださっているこの恵みをただただありがとうございますと信仰によって受け取ってるからです。ここには人の国には決してない本当の幸いがある。人の国はどれだけ努力したって決してもたらす、導き出すことはできない真理がある。神が直接その一人子を与えて私たちを救い出してくださっている、神のことをしてくださっている、これ以上の幸いはありません。それは私たちが期待した答えではないかもしれません。いや人の国が目指している答えではないかもしれません。でも神の国の答え、それは私たちの期待している答えとは違う答えなんです。
でもそれははるかに超える答えです。人間がいくら頑張っても手に入れることも思いつくこともない答え、それが神の国の答え。故に私たちはどんなに疑いや失望があったとしても、神の国の答えによってそこから救い出されていくわけです。失望と疑いを超える国、これが神の国だというお話でありました。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは人の国に生きています。人の国ではああしなさい、こうしなさい、これが良い、あれが良い、こうすればきっとこうなる、いろんな法則に縛られて、故に失望したりがっかりしたり上がったり下がったりを繰り返していました。しかし今、神様からの絶対的な、決して揺らぐことのない幸いを一人をイエス・キリストを通して与えられていることを感謝いたします。神の国を生きているということは、もう人の国の幸いに支配されないということです。一喜一憂しないということです。疑いも失望も起こらないということです。なぜならば、一人をイエス・キリストは間違いなく十字架の上で死んでくださって、私たちの罪をそこで清算してくださったからです。誰一人神に責められるものはありません。誰一人自らの弱さやダメさ加減で苦しむ人はありません。どんなに罪深くても、神様は最高の祝福を、最高の幸いを私たちに与えてくださっていますから、感謝をいたします。今日ここに集われた全ての人たちに、またこの聖書のお言葉に触れる全ての人たちに、どうぞ神の国の幸いが届きますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。